ご飯の気持ち聞かせてください。どうもスギちゃんでございます。今月も始まりました。今回ですね、車でスーパーに向かうということなんですけれども、特に何も言われてないんで、あ、なんだこれ、何ですか、あ、なんか入ってきた。こんにちは。こんにちは。長めのこれ何ですか、カートみたいな。電動カートなんですね。ゴルフ場にあるカートみたいな。そうなんですよ。そもそもこれは何なんですか。これはですね、はい、ここら辺の地域の人のちょっとした移動を支援するカートなんですけれども、はい、お電話をいただいたら、はい、その人のお家まで行って、はい、それで例えばハローさんに買い物に行きたいって言ったら、はい、ハローさんにお連れしたりとか。じゃあ出発します。はい、お願いします。はい、失礼します。この番組はお笑い芸人のスギちゃんが松井の食卓にお邪魔して、その家族と触れ合う人情バラエティ。スギちゃんのご飯の気持ち聞かせてください。そう、風を感じながら、風を感じてワイルドだろう。スギちゃん、今から行くスーパーなんですけど、はい、お惣菜が売りらしいんですよ。はい、お惣菜とかで普段買われることありますか。お惣菜はね、好きですよ。で、やっぱりお気に入りの惣菜を見つけて、やっぱそこで買いますよね。ここですか。はい、あら、ここです。じゃあ、どうも。惣菜が売りのハローさんですね。今回やってきたのは西北基町にあるスーパーマーケットハロー。店内にはお店自慢のお惣菜や地物にこだわったお野菜、お魚が並んでいます。惣菜たまんないらしいですよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱ惣菜がとんでもなく美味しいと。美味しさの秘密は何ですか。素材にこだわっているっていうところと、はい、それからあとは手作りですね。この店内の中の半分ぐらいが惣菜コーナー。そうですね。もうお客様も店内に入って直接惣菜コーナーに行かれる方もいっぱいいらっしゃいます。多いんですね。はい、人気ナンバーワンだという居酒屋風唐揚げ、美味しそう。いただきます。スギちゃん、お味は。いや、うまい。揚げたてじゃないけど、ちょっと本当に冷めてても柔らかくて、味もすごい染みてた。ご飯の気持ち。ねえねえ、スギちゃん、みんなのご飯の気持ち聞いてみよう。一目でわかる、あれか、ベイマックス。ベイマックスファミリーです。お名前はなんていうの。みおちゃん。みおちゃん、今日は何を買いに来られたんですか。ぶどう。なんでぶどう、誰が好きなの。ゆうとくん、どんな気持ちで料理されてますか。やっぱり私が作るご飯で家族の健康が決まってしまうなと思っていて。確かに。好き嫌いはないの。人並みにちょっと嫌がりはしますけど、すごい美味しいってよく食べてくる。ゆいとくん、お母さんのご飯で一番何が好きですか。食べ盛り。え、三兄弟ですか。タクヤだけ。タクヤと友達とお母さん。うん。でタクヤは。タクヤ今いくつだ。12。何が一番美味しいの。唐揚げですかね。唐揚げ。めっちゃ揚げます。3、4枚揚げて。3、4枚揚げてペロッですね。料理を作るとき、どんな気持ちで料理するんですか、奥さんは。健康に大きくなれと思って。もう願いが通じてますよね。日頃のなんか思いっていうのをちょっとぶつけてみてよ。で、いつも作ってくれてありがとう。どういたしまして。タクヤだけですか、兄弟は。タクです。名前タクで。
ずっと俺なんで俺タクヤって呼んでたんですか。否定しないな。そうなんでしたハローへようこそ。ありがとうございます。今日は何を買いに来られたんですか。今日は今から会社の同僚とバーベキューするんで、はい、まあお肉は買ってあるんで、はい、今日は、まあ、焼き分があるとお刺身を盛り合わせを今頼んで。頼んだんですか、はい、どこでバーベキューするんですか。自宅で。自宅で、はい、料理は得意なんですか。料理はもう毎日やります。どんな思いで料理を。まあ、みんなが笑顔になってくれて、うん、食べてくれて、うん、それが一番。これちょっと見せてもらうことってできないですか。その料理を。大丈夫です。いいですか。いいですよ。かったね、スギちゃん。これからバーベキューをするという方のお家にお邪魔させてもらいます。一体どんなお家なんだろう。スギちゃん、今回はどんな料理に出会えるかな。楽しみだね。スーパーマーケットハローを訪れたスギちゃん。これからみんなでバーベキューをするという方のうちにお邪魔させてもらいます。いや、松江城も見えますね非常に、ね、素晴らしい。お川さんですね。お川、お母さんって呼ばれちゃいます大川さんですかすいません、杉山と申します。大川さんですか。大川さんですか。大川さんですか。あだったですね。大川さん、はい、お大川さんじゃないんですか。大川さん、大川さん、もう一個大入るんだ。入らない。入らないけど大川さん。大川さん、へー、おそうか、おそうですよね。大川さん家はお父さん、お母さんと3人兄弟の5人家族。お友達やご近所さんとよくバーベキューをするんだって。すごい似顔絵のあれですね。結構やられてるところでお願いしたんですね。松江の方って写真すごいちゃんと残してますよね。僕出身兵庫なんですけど。兵庫ですよね松江と兵庫の方はね、そうですね、写真残してます。なんか随分と綺麗なお家で。お邪魔します。こんにちは。つむぎちゃん。つむぎちゃんとふうたくん。そう、そうきくん。いやでもすごい広いお家。これ新しいですけど、はい、ひょっとして本当に建ったばっかですか。2年目。今おいくつですか大川さん。31です。31、若い。でも31でもお家を建てられるという。そしてこう先ほど言ってた同僚の方が後ろに。同僚の方は結構奥様とか来ないんですか。みんな独身。そうそう、すいません申し訳ないです。大川さん、じゃあ今から何作ります。今から、はあ、タンに合わせる、はいはい、ネギ塩ダレと。出た、美味しそう。あとキュウリの和え物と、うん、ちくわの和え物を、はい、作ろうかな。大川さんがスーパーで買った食材は、そうきくんが大好きな唐揚げやお刺身など。クッキングスタート。料理は何、昔からやってたんですか。昔から、そうですね。一人暮らしの時から。あ、もう高校卒業して実家を出て就職したので、ああ、自分で何でもするようになりました。おかげでだからね、奥様もね、赤ちゃんいてね、大変な時とかは作ってあげられるし、お互いで助け合いながらね。楽しいです。楽しいですか。いい、夢だったんで。夢だったんで。関西の人と結婚したかった。夢だった関西の人と夢、あの結婚するの夢だったって。それ知ってたんですか。いや、今初めて来ました、はい、だからタイプとかじゃなくて関西の人っていうことで選ばれたんです。いや、そんなにじゃない島根にはなんで来たんですか。仕事の関係。仕事の関係で。そうです。エンジニアって。エンジニア。電動機、モーターです。モーターの修理？修理、整備、点検。整備、点検だ。塩とごま油ですね。いや、うまそう。
じゃあ冷蔵庫なのにちょっと勝手に見させてもらっていいですか。いや、言われないでしょ。綺麗にしてる。素晴らしい。やっぱ無駄なものは買わない感じですか。そうですね。近くにハロさんとか。そうだよね。完成しました。皆さんお待たせしました。完成いたしました。料理が完成。たくさんのお刺身やご主人が手際よく調理したおつまみ、どれも美味しそう。今日はよろしくお願いします。乾杯。お疲れ様です。最高ですね。大川さんはこういう集まるの好きで、料理もお肉も全部。そうですね。じゃ友達たちは自分の飲みたいもんだけだけ飲んで。はい、よっちゃ。うまいな。お店とお店の味ですね。うん。やっぱネギ塩あるとないだと全然違うね。これがやっぱり本格的なバーベキューの味ですよ。おお。こいつが喋ったんだよ。お前と。コメントしてる時じゃないですか。そう、そうちゃんはね、助かりました。なんとなく人となりが見えてきたんですけど、大川さんっていうのはこういう人やなって一言で言うなら何ですかね。世話焼き。おー、世話焼き。相談乗ってくれたり、こう入り込んでくれたりって感じですか。上手に箸使って。そうちゃんどう、ハローのね、うまい。今日スギちゃん来るってって聞いた時どう思ったの。そうちゃんどう思ったの。そうちゃん楽しみだった。ヒカキンとスギちゃんだったらどっちが好き。お、嬉しい。あんなヒカキンに勝てた。嬉しい。いろいろご馳走してもらったじゃないですか。はい、またちょっとお礼にネタをちょっと、うん、いつもネタやらしたがるんですよ。ワイルドスギちゃん家にはね、家にザルはないですよ。じゃあスギちゃんはさ、スパゲティとかそうめんとか茹でたらさ、どうやってお湯切りをしてると思う。わかんないでしょ。鍋に麺を入れて水を入れて火をかけるぜ。でグツグツいったら麺が柔らくなったから火を止めるぜ、ね、その時湯切りをする。スギちゃんは鍋を持ったら窓まで行くぜ、窓を開けるぜ、網戸にぶち曲げる。湯切れるぜ。ピシャーって言って湯切れるでしょ。そこに昨日作った大量のミートソースをかける。これ食べねえぜ。汚ねえから食べねえぜ。ワイルドだろ。ワイルドだったと思う人手を挙げて、はーい、ね、サイブレイクはなさそうですね。スギちゃん笑顔が絶えない。素敵な皆さんに出会えたね。次回もあなたの近くのお店にスギちゃんが訪れるかもしれません。その時はぜひ声をかけてください。スギちゃんのご飯の気持ち聞かせてください。